一番最初のとこやな。え、戻ってきたよ、なんか。ここまたゴロンゴロンで転がってジャンプやないん。うわー、嫌だー絶対そうやろこれ。うわー、めっちゃ嫌なんですけど、やめてくれよー。もう、え、でも向こうにジャンプしてもさ、向こう側凍ってない？下ってことか。とりあえず一旦渡る。で、渡ってきました。あ、下になんか降りれるんやね、普通に。うん、一旦下に普通に降りたけど、そこ行けるかな？ちょ、待って。え、高いな。で、え、高いな。登れねえな。なんであっちにもはしごがついてないんだ。え？あ、やめてくれ、体力がめっちゃ足元滑る。やめてよー。え、何、どうすればいいんだこれ。こっちを転がっていくんかな。なんかこの部分、ああ、そういうことやな。はいはいはい。この辺ハートない？えー、ないよ。あ、これで一応あっち側に渡っていけるようになったけど、ここの扉も入れるね。いえ、こっちに向かってんじゃねえよ。ここってさっき来たところの上か？え、そうじゃない？違うかな？さ、ほら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 。さっきここの下来たよね。宝箱開いとるし。あの、尻尾に爆弾ついとる子おるし。え、待って、ここにさ、弓矢でいるやつがあるんやけど。ただ、あれ多分。あ、危ない。多分、炎をまとった矢じゃないとダメやと思うんやけど。え、近くに松明とかないね。どうやってやるんやろ。とりあえず一旦向こう側に渡りますか。うん、渡ろう渡ろう。で、あっち側に入ろう。あそこ行ってない扉やろ。行くぜー。あっぶねー。あっぶねー。落ちたかと思った。敵や。何？キモ。え？動きがキモい。何？あれだな、遅えな。こいつ速攻で消えるんだな。そんなことないな。そんなでもなかったな。消えるスピード。普通に切れるな、一回。うえ。今のは早かったぞ。なんか特に攻撃してこんけど。早い。うわ、スピードが上がってきた。スピードが上がってきたな。お、でもこれ割と普通にやっつけれる気がするね。何回かに一回こうやって現れて、なんかくるくる回りよるターンが来るってことか。その時に切ったらいいんやね。ほらね、なんかこっちに全く攻撃してこんことない？ウィーイ。行動パターン変わった変わった。これ真ん中におったら危ないや。え、マジかよ。これ実体じゃないやつな気がする。おめえか。やばいって、やばいって。
やばい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 。ああ。ですね。甘く見たね。ちょ、待ってくれ。おい。よし、これで、これでやられても、部屋の真ん前からスタートできる。これゴロンやったな。あ、でもダメージがでかいんかな、これで。そういうことよね。もしかしてこれあれかな、敵が、おお、2発で。これリンクの状態やったらさ、結構立っとったよね。おめえ、あー怖いよー、やめてくれ。ただひたすらダメージが、そう、今捕らえられたと思ったのに。いい、くるくる回れよ。くそ、ダメか。あー、ダメだ。もう止まってくるくる回るパターンはない？あぶねえ。おめえだろ。やっつけれてない。やっつけた。やった。体力めっちゃギリギリよ。回復したいんですけど。回復したいんですけど。体力回復もセットでしてくれんかな、これ。矢を手に入れた。 C にセットで弓矢が変化、命中すれば火だるまだ。あ、もうそもそも炎をまとった矢。なるほど、やったー。え、何個 MP2 ってなんだ、マジックポイントかな。あ、 RPG でよく見る。あ、回復できるかな。イエーイ、ハート。でも少ない、もっとくれ。おーっと、やったね。全回復したよ。これで、待って、今壊せてないよね。やか。ピンクの状態じゃないと使えないっぽい。あ、これで、持っとる矢が全部炎の矢になったんや。なるほど、なるほど。え？これでもうどこでも溶かせる感じ？お、うわ、あ、マジックポイント。え？溶かせないけど？ねえねえ、溶かせないけど、一発じゃいかんのかな？なるほど、二発か。オッケーオッケー、そういうことね。で、普通の矢でいけるけど、あの、補充するのは。なるほど。これ何回でも使えるってことか。あの炎のやつは。矢さえあれば。マジックポイントが減らされるんだな。きつい。それはそれできつい。ちょ、待って、転がろう。転がって、じゃ一旦向こう側に行かんといかんのよね。はい。ってことはもうこの辺から。あ、無駄に回復するんじゃないよ。こっちはもういけるか。こっから降りて。ここ？え、ここやったっけ？ここかな？溶かしたとこ。あ、いやね、来たことないとこに来たね。あれは雪玉か？雪玉だな。あれも炎の矢で壊せるんかな？
あっちになんか鍵が必要なところがあるっぽいけど。まあ、でも次で一番上か。とりあえず。ああ、なるほど。いけるいける。あ、何個あるんだよ。あ、オッケーオッケー。え、で、これを、あれか？ゴロン、転がってジャンプか？いや、全然届かないですけど。びっくりするぐらい届かないですけど。この辺溶かせばいいのか？とりあえず溶かして、入れんかったところ入っていこう。あれ、一発でいけたな。一発のところと二発のところがあるのはなんだ？あれ？これ一番最初のとこではない？わからん。ねえ、何のダメージ受けてんの？わけわからんダメージ受けるのやめてもろていいですかね。一番最初のとこやな。え、戻ってきたよ、なんか。え、なんか戻ってきましたけど。まあいいや、これですぐに戻れるようになったってことやんね。はい。とりあえず1階の行けんかったところをね、いっぱい。1階はここじゃないんか？下か？下は地下なのか？はっ。この辺から。魔法の回復が大事になってくる。そこ、あれかな？火つけるんかな？別に関係ないんかな？ついたぞ。これ部屋入るごとにさ、セーブしといた方がいいかな？ええー！え、びっくりー！今のは、あれはギリギリ当たってないっていうことなのか？ちょ、助けて。あ、ここにも扉が。今すごく矢が大事よ。あ、ん、これは多分戻ってきたな。なんだ。なあ、さっき あそこの緑の部屋に入ったよね、多分。なるほど。なんかいろんなところから入って出て入って出てって なる感じやな。でもなんかすべての扉を溶かしたことによって、最初に進むために生きよった部屋がどこなんだか全くわからねえ。私はどこに行けばいいんだろうか。ここはどこですか？あ、なるほど、ここか。なるほど、なるほど。こっち溶かすとかあったっけ？あ、ここはなんか上に、違う違う。君に用はないんだ。上にさ、なんかあったよね。あれなんやっけ？あそこも届くんかな？いけるか？いけ！いけ！お、閉じたよ、閉じた。あ、上に上がった。なるほど。なに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 、下がったよ。もしかして時間で上がったり下がったりする感じ？ん？あ、違うね。うん、違いますね。
ちょ、はい、一時的にだね。は、今のうちに渡っとかんといかん。これで簡単に上に行けるということやね。あとここでどかしさんといかんところなんかなかったっけ。あったような気がしたんやけど、あ、溶かしたんかも。うんー、なさげやね、特に。うんうん。じゃあとりあえずまあ一旦渡りますか。いいよ、一旦こっちに渡って。あ、ここあれか、敵のところやんね。うん、ここが敵のところだな。いやー大事。それでちょっと一旦向こう側に戻ろうか。転がり、てい、あ、めっちゃ落ちた。一番下まで落ちた。来ないでくれ。ここはね、マグマがあるけん全然関係ないけども。あ、そっか、転がりでも使うんか、この魔法というか。ここで回復できるかな。あー、矢ばっかりだな。違うんすよ、今矢満タンなんすよ。矢じゃなくてさ。あ、こっちで回復できるかな。よし、オッケー。ってことでここで一旦、はい、これ溶かして、でデクナッツになる。でなんかここの上にさあるんや。でここから再びなんか、こ、あ、飛んであそこに行くってことかな。ちょ待ってね、多分こっちの方向向いとけばいいんかな。はい、多分ここ。あ、あ、戻ってきた。戻ってきた、嬉しい。ここ火つける意味あるんかな、なんか。わからん。わからん。とりあえず外して、ゴロンの方を。じゃ、一旦ゴロンになってさ、壊すね。うわ、あと24時間だよ。ハートが欲しいんやけどな。あ、でもとりあえず渡っていきゃなんとか。あぶねー。で、そうね、ここまで渡ってきたやん。渡ってきまして、こっちでなんか落ちたんやっけ。ここは？あれ？なんか戻ってきた？え、待って待って待って。とても見覚えのある場所に来たな。え？これはここで合ってる？それとも逆か？こっちからあっち？え、ちょっと待って、わからない。え？待って待って待って、わー、気合い止まってよ。じゃ、一旦向こう側に行こう。
一旦こっち側に切ったら、ここは？ん？さっきの反対側に出てきたな。なんかめっちゃ押し出したな。あ、これを台座として使うってこと？そういうことかな。で、多分こっちの上に行くんよね。オッケーオッケー。邪魔だ。やったー。ハートハート。ここめっちゃ滑るね。で、多分これをこっちに押し、で、ん？これ以上もしや、押せない？この枠内しか押せんのか。なるほど。え、いけるかな？乗る。で、あっち側に。は、あ、いけた。ここは来たことないとこかな。もう来たことないとこなんだか、あるとこなんだか、全くわかんねえよ。え、ここはあれじゃないか？ん？違うか。さっき言ったさ、ここの上は一体って言ったところじゃない？え？そうやんね。え？あれ？そうっすよね。待って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 。え、それはさ、あれ？行く意味はあるんかな？ちょっと待って、もう一回。もう一回行かせて。ちょ、もう一回さ。あ、そこもか。なるほど。そこもなんかある。そこの氷も溶かしたら、なんかスイッチがある。やめてやめてやめて。来ないで来ないで来ないで。来ないで来ないで来ないで。速攻できた。氷が溶けた途端に。焦るー。これリンクの姿やったらめちゃくちゃ滑るんよね。このスイッチは何のスイッチなんやろ。あ、宝箱出てきた。だってかさ、ここの遺跡の最終目的って一体何？全然今更ながらさ、私は一体ここのスノーヘッド神殿やっけ？ここで一体何をすればいいの？ほ、何がどうなったら攻略完了かな？いまいちよくわからないんだけども、いけるか？おー、結構なジャンプ力。はぐれ妖精か。なるほど。なんかもっとすごいものがゲットできるんかと思ったけど、そうでもなかったな。でもすごいものなんかもしれんけど、なんかあそこに扉あるんよね。なんか扉あったよね。やっつけるってことかな。あ、それとも、あ、なんか火つけるってことか。全部に火つけるってことかな。どっちもありそう。ねえ、どっちもありそうだぞ。あ、まあ、これでもやっつけれるんか。待って。あ、回復。あ、回復したかった。まあ、すぐにゲットできたけど。うん、やっつける方な気がする。あ、どうやろう。一応火つけるか。おい、つけさせろよ。いや、全部つけたけどダメよね。やっぱやっつける方か。あ、なんか。あれ？宝箱現れたよ。はぐれ妖精やないかい。え？
あ、ここもか。消えた？あ、消える？え、消えるの？スピードってことか？そういうことじゃないんかな。あ、スピードや。消えるのよくないってじゃあ別にやっつけるのは関係なかったよね。あ、見えとったところや、これね。またここから出てきたとか言った場所の行けてない部分プレス。うわー、なんかめちゃくちゃ上に上がったよ。え？え？え？なに？どうするのこれ。めっちゃ上に上がったけどさ。え？で、なんか下がシュッて上がったよね。どうすんだい？とりあえず下に降りるか。下に降りて、え、くそー、マジで意味がわからぬでも何かしら進んだ。うわ、遮断されている。これはどうすればいいんだこれはどうすればいいんだ。まあそうだな、とりあえずよし、ゆっくり考えるためにとりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、なんか進んだのはわかるんやけど確実に進みはしよるんやけど、同じ場所に出てきたりとかさ、そういうのが多すぎて、迷うね。いや、でも一応2回までは全部攻略できたんやね。あと3回、4回、頑張ろう。